松尾ジンギスカン本店松尾ジンギスカンのジンギスカン。松尾ジンギスカンは、北海道滝川市の株式会社松尾が製造する、ジンギスカンのブランド、または、そのジンギスカンを供する店舗名である。過去に新千歳空港や札幌市中心部、東京エリアの店舗には、松人というブランド名を使用したこともあったが、2016年に、すべて、松尾ジンギスカンに統一された。 1956年に開業した松尾の創業者である松尾誠二が考案した羊肉を特製タレに漬け込む製法が好評を博し、その名が一気に全道に広まった。開業当時、ジンギスカンとして北海道立主筆地場が推奨していたのが、羊肉をタレに漬け込んだ後に焼く形の調理法だった。松尾はそこに伝わる調理法を活かし、 美味しさを引き出す工夫を重ねたとされる。松尾ジンギスカンは創業後、北海道内に最大250店舗のチェーン展開をするなど、北海道立主筆地場が推奨する、ジンギスカンの食べ方を広く北海道内に知らしめた。STB ラジオで放送されている、北海道100年物語にも松尾が登場するなど、ジンギスカンを北海道の食文化の一つとして根付かせる一端を、 になった。現在でも地元、滝川市のリンゴや玉ねぎを主原料に、十数種類の調味料やスパイスを加えたもみだれを使用し、羊肉特有の臭みを消し、肉本来の旨みを引き出す製法を用いている。この味付けジンギスカンの製法は、滝川市羊場の存在から、滝川式とも呼ばれ、北海道うに広く定着した。ジンギスカンをより美味しく食べるために、松尾は、 南部鉄の老舗、岩井製のオリジナルの専用鍋を開発した。熱伝導や焼け方に、ムラのない安定した焼き上がりになるように、現在も改良が加えられている。また、電磁調理器にも対応できる鍋の開発も行っており、一部の店舗で使用されていた。2008年6月に、一般のジンギスカン鍋とともに、電磁調理器用の鍋も発売が開始された。また、 実社ブランドのポテトチップを販売している。それ以外にも様々な商品を販売している。松尾の直営店舗施設のみ記載する。その他に北海道内に広く支店を持つが、松尾は直接運営をしておらず、各支店のオーナーが個人的に経営をしている。ありがとうございます。